こんにちは、トガイです。今回は、新垣結衣さんと星野源さんの結婚の発表を受けて、今後の二人の運勢について、こちらのタロットカードで占っていきたいと思います。それでは早速、占っていきましょう。はい、ということで、占いの結果が出たので、早速見ていきましょう。今回は、ヘキサグラムという方法で占いました。まず、過去を表すカードに10月を表す棒の10が出ています。お二人は有名人で人気もあり、周囲からの大きな期待もあって、交際を表立って公言しにくかったのだと考えられます。次に、現在は新たな展開を表す聖杯4の逆位置が出ており、お二人が結婚という人生の区切りに期待を膨らませている様子が伺えます。そして未来、総合的な運勢を表すカードとして、それぞれ戦車、金貨のエースが出ており、お二人は愛し合って互いを大事にする一方で、新しいことにチャレンジしたいという気持ちも持ち続けることができ、充実した新婚生活を送ることができます。その他のカードも見ていきましょう。周囲の人たちは、お二人の結婚を聞き、星の逆位置のように、現実を突きつけられ、あらゆることが手つかずになっているようです。お二人が人気であるゆえ、非常に喜ばしいことである反面、ファンの方たちは手放しでは祝えないかもしれません。一方でお二人は周囲の人たちの期待に対して今までと変わることなく答えていこうとしています。最後に、よりお二人が良い方向に向かっていくためには、未来を表す聖杯6逆位置のように将来を見据えて計画的に行動すると良いでしょう。ということで、今回の占いはここまでなんですけど、改めてお二人のご結婚をお祝いしたいと思います。本当におめでとうございます。ここまでご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは随時タロット占いをしておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。